いやー疲れたなー。おお、みんな風呂入ってんじゃん。お疲れお疲れお疲れよ。あ、私の体臭くさ。どうも皆さんこんにちは、アベグです。今日は水魔導士になりたいってことで、ちょっと水に関係したキル魔法をね作ろうと思ってコマンドを組みましたが、いろいろねコマンドを作ってたらちょっと面白いコマンドができたんで、ご紹介していきたいと思います。完全にね今日のはネタコマンドになります。まずどうなるかっていうと、今こうやってね水に使っても何も起きないと。でこのロッドを使ってもね何も起きない。でサクリワイズってこの犠牲って書かれたダイヤモンド、まあ生贄ですね、これを投げて、水に入るんだけど、これでも何も起きないと。ただこのロッドを装備した状態で水に入ると、はい、こうなります魚だけじゃなくてフィールドに湧いてた全部のモンスターもねいなくなります。こんな感じで、魔法使いって魔法陣とか書くじゃないですか。呪文を唱えて初めて魔法が使えるみたいな感じにしたくて、だからこの条件付けをして、サクリファイスっていうアイテム、犠牲って書かれたアイテムを投げると魔法がね使えるっていうふうにしたかったんですよ。なんで今回こんな感じにしたんですけど、どうなってるかっていうと、水魔法開始の儀式とあります。でコマンドの方は非常に簡単です。こんな感じ、エグゼキュートアットエンティティタイプイコールアイテムネームイコールサクリファイスチルダチルダチルダのエンチャントアットプレイヤーフォーチュンと、エグゼキュートコマンドっていうのは自分以外の何かにコマンドを使わせたい時に使うコマンドです。なのでこのコマンドの効果は、サクリファイスっていう名前のアイテムがプレイヤーにフォーチュンっていうエンチャントをするよっていうコマンドになってます。なのでサクリファイスっていう名前のアイテムがないとこのコマンドをそもそも実行してくれないよっていうことになります。だからサクリファイスっていう名前のダイヤモンドをフィールド上に置いて初めてこっちのコマンドが実行されるってことになります。水魔法開始の儀式だね。次にこの儀式が発動しましたってなったら、こっちがね連続発動します。水魔法デスウォーター発動ですねでエグゼキュートディテクトっていうのを使ってます。これはエグゼキュートオールなんで、水を検知した時にプレイヤーとアーマースタンドとアイテム以外をキルしますよっていうコマンドです。村人はね含まれてないので、さっき風呂場でね村人が死んでしまったっていうことになります。なので順番としては、サクリファイスっていうアイテムを投げて幸運を付与できるアイテムを持つ、そして初めてこの水魔法デスウォーターが発動するって感じですね。はい、こんな感じで例えば何でもいいや、ツルハシのダイヤモンド出したとして投げて、装備した瞬間にこうやってエンチャントされますね。これでコマンドが実行されてるって感じです。ちなみに今回はコマンドブロックの有効範囲を無限にしてるので、多分どこまで行ってもコマンドの範囲内になってくれるはずです。あー、いるね村人ちゃん。はい、こんな感じでコマンドブロックからどんだけ離れてもコマンドが有効になってます。この方法についてはまた後ほど解説したいと思ってます。5分経ってこのアイテムが消えると、これコマンド発動しなくなるんで、何個か持っとくとねどこでも使えるかもしれないですね。でちょっとこれだとね、水がないと使えないんで、ちょっとね改造してみようかなと思います。はい、例えばなんだけど、ここのアットオールっていうのをアットエンティティカッコタイプイコールサーモンとかって書いて、ここにタイプイコール、サーモンと追加すると鮭がキルされなくなるので、これでちょっといってみましょう。こっちでコマンドの制御はできるんだけど、ただこの侵略者たちがね泳いでる限り、世界中の生物が生き絶えると、こういう感じのコマンドにもできます。今回もこのサクリファイスっていうアイテムをフィールド上に置かないと何も起きません。このサクリファイスを置いた瞬間に生き絶えますっていう感じですね。やり方次第で面白く使えると思うので、よかったらぜひこのコマンドを使ってみてください。ということで今回は水魔法と見せかけたネタ魔法をねご紹介しました。このチャンネルではいろんなコマンドやマインクラフトの情報を発信しているので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。